金,金,剛寺寺金剛院は、京都府舞鶴市にある新言州当時派の寺院。三号は、鹿原山。次号は、寺恩寺。本尊は、き霧不動明王。秋には、江戸時代に、細川雄斎が策定した鶴亀の庭と共に、植樹した楓が有名で、単語のもみじ寺と呼ばれ多くの参拝がある。三島幸夫の小説、金閣寺の舞台の一つでもある。金剛院寺恩寺演技によれば、 天朝6年、新女法新郎が、高野山から弁祭店を勧生し創建したという。平城天皇の第三王子の高岳新郎は、佐賀天皇の皇太子となったが、クスコの変に連座して、皇太子位を廃された。新郎は後に空海の弟子となり、新女法新郎と呼ばれた。本尊は当初は、阿弥陀如来であったが、後に、不動明王に変わった。縁起によれば、 永法2年、白川天皇が、比叡山無道寺から、総王を小作という不動明王像を誕生し、最高。翌永法3年には、三重塔も建立された。旧安二年美福門院により再々起こされたという、室町時代に三重塔が再建されている。境内は、金剛院京都府歴史的自然環境保全地域、である。境内の南には、鹿原公園がある。 郵便番号625-0014京都府、舞鶴市鹿原595混合院奉行杉。ぎ。ありがとうございます。